皆さんこんにちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら、プレゼント企画2023年宝塚カレンダー開封式。ということで、今年もですね、皆さん私宝塚カレンダー買いましたので、このね、私が買ったカレンダーをここで皆さんにね、ご紹介していきたいと思います。もうね、4種類のねカレンダーを今年も買いましたけれども、すべてね到着して、ようやくねこれでカレンダー揃いましたので、まだ買っていない、そしてこれからどれを買おうかなと悩んでる人は、ぜひ最後までお付き合いください。そしてですね、冒頭にもお話ししましたが、こちらはプレゼント企画となっていますので、どこかでね、動画の中のどこかで私がこのプレゼントに応募するための合言葉をお伝えしますので、どこで言うか楽しみにね、皆さんご覧いただければと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで今回ね、私が4種類カレンダーを購入しましたけれども、まず最初がこちら、2023年宝塚卓上カレンダー。ということで、今回もね、買いました。卓上カレンダー、こちらですね。で、早速ね、開けていきたいなと思っているんですけれども、これね、卓上カレンダーっていうのは、まあ、いわゆる若手のスターさんたちが勢揃いしている、こちらの、はい、カレンダーとなります。で、表紙はね、もうね、いろんな、はい、生徒さんが、映っているような豪華な表紙になっていまして、大きさはね、こうやって、はい、立てられるような、ね、大きさになっています。そして、もうね、これ中身を見ればね、ちょっと楽しみなんですけれども、萌子ちゃんはね、一人写りということで、2月が、レンツカサくんと、諏訪崎さんですね。かっこいいですね。このような感じです。そして、3月は、ホスミマヒロくんと一ノ瀬光輝くん、この間のね、バウの主演コンビですね、二人ですね。そしてこちらが、花房かおとくんと夢なるねくんですね、月組さんです。これが4月ですね。5月がアガチン、アガタセンくんです。そして6月が、はい、こちら、星組のアマドカノンくん、そして青見サリオくん、で、雪組に組み替えしたサキシロケイちゃんですね。で、7月が、高戸千明くんと、指導龍くん、空組ですね。で、8月が、はい、赤さん。ね、あやきひかりさんと、天花ピースケくんになります。そして9月が、こちら、雪大也くん。そして空組の風色ひゅうがくん。で、花組の木南ライトくん。というメンバーになっています。で、10月が、極みしんくん。星組の極みしんくん、一人写りで。11月が、こちら、あのゆうせいくん。そして、れいかはるくんと、あやみせらくん。ね。豪華なメンバー3人になっています。でさらに12月が、はい、せいのあすかちゃん、一人写り。ということで、いやー、とってもね、豪華なカレンダーとなっていますので、これ皆さんね、買って損はない、はい、一つになっています。こちらが、宝塚卓上カレンダーですね。で、続いてが、こちら。宝塚スター卓上カレンダーということで、こちらはこの卓上タイプと壁掛けタイプの2種類が用意されていまして、写真に関してはどちらも同じ写真が使われているということになっています。私はね、やっぱり卓上が使いやすいので、いつも卓上カレンダーを買うんですけれども、まあ、さっきの卓上カレンダーはこうリングがついていてめくりやすいタイプで、こっちの卓上カレンダーはこういうね、1枚ずつ抜いていって入れ替えていくようなタイプになっています。後ろがね、こういう感じになってるんですね。で、これを見ていきますと、まず表紙が前空ひとみちゃんと戸脇瀬谷さん。なんて美しい、なんて美しいんでしょうか。もう本当に素敵ですね。いいですね、いいですね。で、はい、1月早速れいまことさんですね。で、2月が海野美月ちゃんと瀬尾ゆりやさんですね。で、3月が、はい、こちら、純花ちゃんと、ありちゃん、赤月知世さん。これなんか珍しい組み合わせじゃないですか？結構ね。
はい、4月が、マカゼスゾウさん、ゆりかちゃんですね。で、5月が、はい、あさみじゅんさんですね。で、6月が、月城かなとさん、かっこいいですね。で、7月が、みなみまいとさんですね。で、8月が、はい、セリカとわさんですね。で、9月が、青色の髪で、れいちゃんね、ゆずかれいさんです。そして、10月が、桜木みなとさんと星風まどかちゃん。ちょっと懐かしい組み合わせですよね。なんか、キュンキュンしますね、この二人並んでるとね。11月が、はい、ほおずきあんさん、ちなっちゃんですね。で、12月最後が、はい、あやかぜさきなさん、というね、順番になっています。これなんか本当にね、すっごく素敵なあのトップスターさんと、まあ、2番手さん、トップ娘役さん、あとは3番手さんという感じでね、皆さんね、乗っていますので、これもね、本当に買って損はない。うん。もうまさに素晴らしいカレンダーとなっておりますので、ぜひこちらもね、皆さんお手に取ってご覧ください。そして、冒頭にね、お話ししたように、これは卓上と、あとは壁掛けタイプと2種類ありますので、まあ、大きくお部屋に飾りたいなっていう方は、壁掛けタイプ。で、まあ、デスク、オフィスのデスクとか、そのお部屋のデスクとかに飾るようなものだと、これ卓上タイプが一番使いやすいかなとは思います。はい。さあ、そして次にご紹介したいのがこちら、宝塚ステージカレンダーですね。もうこれはね、本当に毎回買うんですけれども、こんなにね、はい、こんなに大きいんですよ。こんなに大きいんですね。で、さっきの宝塚スターカレンダーに関しても同じ大きさになりますのでね、皆さんこちらを参考にしていただければいいかなと思います。これね、プレゼント企画なのでね、皆さんにプレゼントするものなので、綺麗にね、綺麗に取り扱っていきたいと思います。はい。で、この宝塚ステージカレンダーに関しては、ステージ写真、舞台写真で構成されているカレンダーとなります。ちょっとね、これはね、全容が見せられないような大きさなので、まあ、雰囲気だけちょっと味わっていただければと思います。こういう感じです。こんな感じのね、カレンダーに、はい、なっています。で、もうね、これめくっていくとね、皆さんにお渡しするものなので大変なんですけれども、こういう感じのね、本当に大きな大きなカレンダーになりますので、これはね、皆さんちょっとお手元に届いたら楽しんでいただければなと、うん、思います。で、こちらもね、やっぱりこう、毎日、スターさんの顔を見て、元気に会社に行きたい、仕事に行きたい、学校に行きたい、そんな方にはね、ぴったりのカレンダーになっているかと思いますので、こちらがステージカレンダーですね。はい。そして、最後が、こちら。宝塚パーソナルカレンダーですね。これは、私は毎年そうなんですけれども、はい。で、誠さん、ね、こっちゃんのパーソナルカレンダーを購入しています。で、これは、トップスターさん、皆さんね、お一人ずつ、出ているものですし、2番手さんも出てましたっけね。なので、こう好きなスターさんだけを、飾りたい、好きなスターさんだけのカレンダーが欲しいっていう方には、ぜひおすすめの、はい、カレンダーになります。こっちゃんでも表紙が見てください。かっこよくないですか、これ。はぁ、かっこいい。モノクロでね、素敵ですね。で、卓上カレンダー、さっきまでご紹介してた卓上カレンダーよりもちょっと小さめのね、サイズに、はい、なっています。で、こちらもね、ちょっとね、見ていきましょうね、中身を。はい、まず表紙がこちら。で、1月ルーチェ、ルーチェ来ました、ルーチェですね。そして、はい。わあ、もうかっこいいですね。終始、ちょっと、今回モノクロがね、メインになってるんでしょうかね。大人っぽい感じですよね。あ、そうでもなかった。これは素敵。カラーでも素敵。もう、モノクロでもカラーでもどっちでも素敵。で、これが、はい。舞台写真、またね、出てきましたけども、こうやってね、普段のお化粧の写真と舞台写真と、こう交互にね、来るようになってるんです。ボニータボニータ来たもうね、ほんと、かっこいいですね。で、はい、続いてこちらですね。これ、モンテクリスト博ですかね。はい、このように、舞台写真も見れて、これ可愛らしいね、ちょっと、こっちゃんの、はい、ポートレートなんかもありますので、これね、一度で二度楽しめる大好きなスターさんだけを、こう、存分に楽しんでいけるようなね、
はい、カレンダーになっていますので、まあ、ね、一人のスターさんをもうとことん1年間楽しみたいですっていう方は、こちらもね、買っていただけると、はい、このようにね、楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。これが、レイ・マコトさんの、はい、パーソナルカレンダーですね。で、これは、こっちゃんだけではなく、他のスターさんもね、発売されていますので、好きなスターさんでお買い求めください。はい、ということで、今回ね、私は4種類のカレンダーをね、購入したんですけれども、なんと今回はプレゼント企画ということで、1つずつね、皆さん、プレゼントします。なんで、1番は、宝塚卓上カレンダー、若手のスターさんたちがたくさん載っているやつですね。こちらになります。で、2番は、宝塚スター卓上カレンダーということなので、こちらですね。はい、こちらになります。2番ですね。で、3番は、こちらの大きなステージカレンダー、ステージカレンダーです。で、最後4番が、こっちゃんのこのパーソナルカレンダーですね。はい、こちらになります。なので、皆さんですね、これはですね、応募していただくような形になっていますので、ズカオタ最高ということで、はい、応募していただければと思いますので、皆さん、応募の仕方は概要欄に貼っておきます。よろしくお願いします。ということで、今回はね、カレンダー開封式、私が購入した4種類のカレンダーをね、皆さんにご紹介してきましたけれども、いかがでしたでしょうか？ぜひですね、このカレンダー買っていただいて、来年1年、素敵な1年にしていただければと思います。それでは今日の動画面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。